日本語を勉強している皆さん、こんにちは。今日のテーマは笑う様子のオノマトペ。笑うという動詞は知っていますか？1グループの動詞ですね。笑います、笑わない、笑って、笑ったというふうに活用します。そしてオノマトペを使うとどんなふうに笑うかを表現することができます。今日のオノマトペは3つ、ニコニコ、クスクス、ゲラゲラです。まずは1つ目、ニコニコ。嬉しそうに微笑む様子を表します。例えば、赤ちゃんがニコニコ笑っている。ヤンさんはいつもニコニコしていて感じがいい。ここではニコニコをカタカナで書きました。前後に漢字がないときはこの方が読みやすいです。オノマトペはひらがなとカタカナどちらで書いても大丈夫ですよ。それからニコニコ笑うじゃなくてニコニコすると言っても OK です。それから2つ目、クスクスはこらえきれずに笑う様子、こっそりと笑う様子を表します。例えば、電車の中で携帯を見ていた人がクスクス笑い始めた。マリさんがクスクス笑うのでなんだろうと思ったら靴下に穴が開いていた。笑ってはいけないけれどどうしてもおかしいとき、クスクス笑います。そして3つ目、ゲラゲラは大きな声で笑う様子を表しています。例えば、この動画面白い。ゲラゲラ笑いすぎてお腹が痛い。田中さんは私が転んだのを見てゲラゲラ笑った。失礼な人だ。というふうに使います。最後に3つの表現を使った場面を見てみましょう。佐藤先生はいつもニコニコしている優しい先生です。あ、先生の口元にチョコレートがついてる。学生たちはクスクス笑い始めました。先生は不思議そう。そして誰かが言いました。先生、チョコレート食べたでしょう。すると先生が、え、なんでわかったと言ったので、学生たちはゲラゲラ笑い始めました。教室は大爆笑です。ニコニコ、クスクス、ゲラゲラ、皆さんも使ってみてくださいね。日本語の勉強に興味がある人はイスマックのサイトも見てください。それではまた次回、さようなら。